江戸川乱歩鬼生腕探偵小説家の殿村昭一はその夏京里長野県の S 村へ帰省していた S 村は四方を山に閉ざされほとんど段畑ばかりで暮らしを立てているような寂しい感想であったが その陰鬱な空気が探偵小説家を喜ばせた平地に比べて日中が半分ほどしかなかった朝の間は朝霧が立ち込めていてお昼ごろちょっと日光がさしたかと思うともう夕方であった段畑がのこぎり形に食い込んだ間間にはいかに勤勉なお百姓でもどうにも切り開きようのない深い森が。 千年の巨木がどす黒い触手みたいに這い出していた段畑と段畑が作っている溝の中にこの太古の山村には似てもつかぬ2本の鉄道の道が奇怪な大蛇のようにうねうねと横たわっていた日に8度その鉄路を地震を起こして汽車が通り過ぎた 黒い機関車が勾配にあいでぼ、ぼ、ぼッボッと恐ろしい煙を吐き出した山鹿の夏は早く過ぎてその朝などはもう冷え冷えとした秋の気が感じられた都へ帰らなくてはならないこの陰鬱な山や森や段畑や鉄道線路ともまたしばらくお別れだ 青年探偵小説家はふた月余り通り慣れた村の細道を一本の木一形の草にも名残を惜しみながら歩いていたまた寂しくなるんだね君はいつ帰るの散歩の道連れの大家幸吉が後ろから話しかけた幸吉はこの山村では第一の物持ちといわれる大家村長の息子さんであった。 明日かあさってかいずれにしてももう長くはいられない待っててくれる人はないけれど仕事の都合もあるからね殿村は目だけのステッキで朝霧に湿った雑草を無意味になぎ払いながら答えた細道は鉄道線路の土手に沿って段畑のへりや薄暗い森を縫ってはるか村ずれのトンネルの番小屋まで続いていた 5マイルほど向こうの繁華な高原都市 N 市を出た汽車が山地に差し掛かって第1番にぶっつかるトンネルだそこから山はだんだん深くなりいくつもいくつもトンネルの口が待っているのだ殿村と大家はいつものトンネルの入り口まで行って番小屋の二平人さんと話をしたり暗いトンネルの洞穴の中へ 五六軒踏み込んでおーっと怒鳴ってみたりしてまたブラブラと村へ引き返すのが常であった番小屋の二平爺さんは二十何年同じ勤めを続けていていろいろ恐ろしい鉄道事故を見たり聞いたりしていた機関車の大車輪に歴史人の血みどろの肉片が粘りついて洗っても洗っても放れなかった話 引き殺されてバラバララになった五体が、手は手足は足で苦しそうにひょいひょい踊り狂っていた話長いトンネルの中で歴史人の怨霊に出会った話その他数えきれないほどのものすごい鉄道機団を蓄えていた「君夕べは N の町へ行ったんだってね帰りは遅くなったの?」。 その村がなぜか遠慮がちに尋ねた道は薄暗い森の下に入っていたうん少し大家は痛いところへ触られたようにビクッとしてしかし強いて何気ない手を装った僕は12時頃まで君のお母さんの話を聞いていたお母さん心配していたぜ。 うん。自動車がてくてく、ね、歩いてきたものだから大家が弁解がましく答えた N 氏と S 村を連絡するたった1台のボロ乗り合い自動車は夜10時を過ぎると運転手が帰ってしまうし N 氏といっても山国のショート会のことだから営業自動車は下5台しかなくそれが出払ってしまうと 他に交通機関とでもないのだどうりで顔色がよくないよ寝不足なんだろううんいやそれほどでもないよ大家は事実異様に青ざめた方を手のひらでさすりながら照れ隠しのように笑ってみせた殿村は大方の事情を知っていた大家は 劣気とした同村の祖父母家の許嫁の娘を嫌って N 氏に住む秘密の恋人と相引きを続けているのだその恋人は大家の母親の言葉によるとどこの馬の骨だかわからない渡り物のあばずれ娘であったお母さんを安心させてあげた方がいいよ殿村は 相手を恥ずかしがらせはしないかとビクビクしながらおき見上げのつもりで忠告めいたことを口にした。うん、分かっている。しかしまあうっちゃっておいてくれたまえ。自分のことは自分で始末をつけるよ。オヤがピンと跳ねつけるように不快らしい調子で答えたので、殿村は黙ってしまった。二人は黙黙として。 薄暗く湿っぽい森の中を歩いていった鉄道線路がちらちら見えているくらいだからむろん深い森ではないけれど線路の反対側は奥知れぬ山に続いていて立ち並ぶ子たちがどれも一抱え二抱えの老樹なのでさながら大森林に踏み入った感じであったおい待ちさまへ 先に立っていた殿村がギョッとするような声で大家を押しとどめた嫌な者がいる戻ろう急いで戻ろう殿村はおびえきっていた薄暗い森の中でも彼の顔色が真っ青に変わっているのが分かったどうしたんだ何がいるんだ大家も、 相手のただならぬ様子に引き入れられて慌ただしく聞き返したあれあれを見たまえ殿村は逃げ足になりながら五六軒向こうの大樹の根元を指さしたひょいと見るとその巨木の幹の陰から何とも得体の知れぬ怪物がのぞいていた狼。いや なんぼ山がでもこんなところへオオカミが出るはずはない山犬にちがいないだがあの口はどうしたのだ唇も舌も白い牙さえも生々しい血にぬれてピカピカ光っているではないか茶色の毛の全身がどす黒く血の斑点だ 顔も血みどろの無チになってその中から輪うを放つ丸い目がじっとこちらをにらんでいるあごからはまだポタポタと血のしずくが垂れている「山犬だよ」「もぐらかなんかやっつけたんだよ」「逃げない方がいい」「逃げるとかえって危ないから」さすがに大家は山犬に慣れていた「ちょっちょっちょっ」 彼は舌を鳴らしながら怪物の方へ近づいていったなんだ知ってるやつだよいつもこの辺をウロウロしているおとなしいやつだよ向こうでは大家を知っていたのかやがてちみどろのやま犬はのそのそと木の影を出て二三度彼の足元を嗅いだかと思うと森の奥へと駆け込んでいっただが君もぐらやなんか食ったんで。 あんななみどろろになるだだうか。変だぜ。殿村はまだ青ざめていたハハハ君も臆病だねまさかこんなところに人食いの猛獣はいやしないよ大家は何をバカバカしいと言わぬばかりに笑ってみせたが実は案外そうでなかったことが間もなく分かった。 森を出離れてぼうぼうと雑草の茂った細道を歩いていくと草むらの中からムクムクとまたしてもちみどろの大犬が姿を現し人に驚いたのか一目散に逃げ去ったおいあいつはさっきのやつとは毛色が違うぜそろいもそろってこの村の犬がもぐらを食うなんて変だぜ殿村は犬の出てきた草むらを分けて その影に何か大きな動物の死体でも横たわっているのではないかとビクビクもので探し回ったが別段猛犬の餌食らしいものは見当たらなかったどうも気味が悪いね引き返そうかうんだがちょっとあれを見たまえまたもう一匹やってくるぜ一丁ばかり向こうから線路の土手に沿って 雑草の中を見え隠れになるほどまた毛色の違うやつが歩いてくるチラチラと草に隠れて全身を見ることができぬため非常に大きな動物のようにもまた犬ではないもっと別な生き物のようにも感じられてひどく不気味である道はとっくに部落を出離れているので辺りはひとけもない山の中 狭い草原を挟んで両側から迫る黒い森刃物のように光る2本の鉄路はるかに見えるトンネルの口薄暗くシーんと静まり返った夢の中の景色だその草むらをゴソゴソと近づいてくる猟犬の姿おいあいつなんだかくわえているぜ 血まみれののいものだ。うんくわえている何だろう立ち止まってじっと見ていると犬が近づくにしたがってくわえているものの形が少しずつはっきりしてきた大根のようなものだしかし大根にしては色が変だ鉛のように青白い何とも言えぬ色合いだ おや先がいくつかに分かれている5本指の大根なんてあるものか手だ人間の生腕だ端末間に空を掴んだ鉛色の人間の片腕だ肘の関節から食いちぎられてその端には 赤い綿のような塊がくっついているあっちくしょうめ大家がわめきながら石ころを拾っていきなり投げつけた「ギャンギャン」という悲鳴を上げてひとくい犬は矢のように逃げ去った小石が命中したのだ顔のない死体 やっぱりそうだ人間の腕だ指の様子ではまだ若い女のようだね養賢の捨てていった一物に近寄りこわごわのぞき込みながら大家が判断したどっかの娘さんが食い殺されたのじゃあるまいかそれとも飢えた山犬が墓を暴いたのかいやこの村には 若い女のにぼどけはないはずだといってヤマイヌどもが生きている人間を食い殺すなんてそんなバカなことは考えられないしおい翔ちゃんやっぱり君の言ったとおりこいつは少し変な具合だねさすがの大家も目の色を変えていたそれ見たまえモグラやなんかであんな先進血まみれになるはずはないよ とにかく調べてみよう片腕があるからにはその腕のついていた体がどっかになければならない君行ってみよう2二人はひどく緊張して何か探偵小説中の人物にでもなった気持ちで最前から妖犬のやってきた方角へと急いだぽっかりと黒い怪物の口のようなトンネルの入り口が だだんだん形を大きくして近づいてきた晩御屋の中で手内職の編み物をしている二平爺さんの姿も見える。と見るとその晩御屋の湖畔町手前鉄道線路の土手のすぐそばのひときわ深い草むらの中から3本のあるいは黒くあるいは白いごぼうのようなものが生えてそれがピンピン動いていた。 何ともえたいの知れぬ異様な光景であったがやがて草に隠れて体は見えぬけれどその3本のごぼうはごちそうに夢中になっている3匹の犬の尻尾であることが分かったあああここだ、あそこに何かあるんだ。にかるん大家は先の例に倣ってまず小石を2つ3つ投げつけると3匹の犬は 草むらの中から一斉にニュッと首をもたげて血に狂った6つの目でこちらをにらみつけた牙をむき出した真っ赤な口からボトボトとしずくを垂らしながら「畜生畜生」その形相にこちらはぎょっとしてまたも小石を拾って投げつけるそれには犬どもも敵しかねて さも名り惜しそうに逃げ去っていったそのあとへ2人は大急ぎで駆けつけ草を分けてのぞいてみると草の根のジメジメした地面に人間の形をした真っ赤なものが黒髪を振り乱し派手な名仙の着物の前をはだけて転がっていた2人が見ただけでも6匹の大犬に食い荒らされているのだ まだ生々しい死骸のあばら骨が現れ、臓腑が飛び出し、顔面は跡形もない赤はげになって、茶飲み茶碗ほどもあるまんまるな目の玉が、枯空をにらんでいたとて不思議はない。殿村も大家も、生まれてからこんな滑稽な、得体の知れぬ、恐ろしいものを見たことがなかった。 犬の歯に荒らされていない部分の皮膚を見るとよく太っていて病人らしくはない先ほど犬のくわえてきた片腕を除いては5体がちゃんとそろっているところを見ると歴史人でもないらしいすると6匹の野犬が健康な1人の女を食い殺してしまったのであろうかいやいやそれは考えられないことだ。 人間一人食い殺される騒ぎをいくらなんでもすぐ近くの番小屋の二じ爺さんが気づかぬはずはない悲鳴を聞きつけて助けに駆けつけぬはずはない君はどう思う犬どもは生きている女を食い殺したのではなくてとっくに殺されている死骸を餌食にしたのじゃないだろうか王や幸吉が やっっとしてからものを言った。無論そうだね僕も今それを言おうとしていたんだ青年探偵作家が答えたするとするとこれは恐るべき殺人事件だよ誰かがこの女を殺害して例えば毒殺するなり絞め殺すなりしてたね それからこの寂しい場所へ運んできてそっと草むらの中へ隠しておいたという考え方だうんどうもそうとしか考えられないね服装が田舎めいているから多分この付近の女だろう停車場もないこの村へ旅人がさまよってくるわけはないからね君この女のどっかに見覚えはないか S, S 村の住人だろうと思うが殿村が訪ねる見覚えがないかといって見るものがないじゃないか顔も何にもない赤い塊なんだものいかにも頭部はあるけれど顔と名付けるには跡形もない赤坊主であったいや着物とか帯とかうん それはどうも見覚えがないよ僕は一体女の服装なんか注意しないたちだからねじゃあともかく二兵爺さんに尋ねてみようあいつ近くにいてちっとも気づかないらしいねそこで二人はトンネルの入り口の番小屋へ走って行って旗振りの二兵を呼び出し現場へ引っ張ってきた。 おーこりゃあどうじゃなんてまあ無ごたらしい何枚だぶ何枚だぶじいさんは赤い塊を一目見るとたまげて頓うな声を立てたこの女は犬に食われる前に殺されていたんだよ下手人がここへ担いできて捨てていったんだよ君何か思い当たるようなことはないかね やが尋ねるとじいさんは小首をかしげて「わしゃ何にも知らなかったよ。知っていれば山犬なんぞに食わせるこっちゃないのだがはてねえ若旦だ那こりゃてっきり昨夜のうちに起こったことだぞ。なぜといってわしゃ昨日は何度もこの辺を歩いたし夕方落とし物をしてそうだ。 ちょうどここいらをさがしまわったくらいだからこんなおおきなしがいがありゃきのつかねえはずはねえてっきりこりゃさくやまよなかにおこったこんだぞとたんていしたそれはそうかもしれないねいくらひとどおりがないといってあんなにいぬがたかっているのをいちにちじゅうきづかないはずはないからねところでじいさんきみ この着物に見覚えはないかね。村の娘だと思うのだがこうっとこんな柔らかものを着る娘といや村でも45人しかいないのだがああそうだわしのうちのお花に聞いてみましょうあれは若いもんのったから同じ年頃の娘の着物は気をつけて見覚えてるに違いねえおーい おはんやーいじ爺さんの怒鳴り声にやがて娘のお花が「何お父っつぁん」と番小屋を駆け出してきた彼女は草むらの死骸を見るとキャット悲鳴を上げて逃げ出しそうにしたが父親に引き止められ小わは着物の裾の方を見てたちまちその主を鑑定した あらまあ、この柄は山北の鶴子さんのだわ村じゅうでこの柄の着物を持ってるのは鶴子さんのほかにありゃしないわそれを聞くと大家幸吉の顔色がさっと変わった「無理はない山北鶴子といえば大家が嫌い抜いている彼の幼児からの許嫁の娘だその鶴子が時も時 結婚問題で悶着の起こっている今覚も無残な変死を遂げたのだ大家が青くなったのは別に不思議でない間違いはねえだろうなよく考えて物を言うがええぞ二平じいさんが注意すると娘はだんだん大胆になって死骸の全身を注意深く眺めていたが鶴子さんに違いないわ 帯だって見覚えがあるしそこに落ちている石の入ったヘアピンだって鶴子さんの他に持っているものもありゃしないわと断言したアリバイお花の証言でその残死体が豪農山北家のお嬢さんと分かったのですぐさま山北家へ急死が飛ぶ 駐在所へ自転車が走る。警察電話がけたたましく鳴り響く家々からは緊張した表情の人々が現場へ現場へと駆け出すしばらくして係官を満載した警察自動車が本所から到着するというものものしい騒ぎとなった綿密な現場調査が終わり解剖のために死体が N 市の病院へ運び去られると 関係者の取り調べを行うために甚ははだ変則ながら臨機の処置として村の小学校の応接室が借り入れられそこへ鶴子の両親の山北夫婦同家の雇い人発見者の大家殿村二平爺さん娘のお花などが次々に呼び入れられた取り調べにはかなりの時間を費やしたけれど 被害者鶴子の母親が提出した一通の封書のほかには別段これという手がかりもなかった娘の机の引き出しの手紙の中にこんなものがございました今そこへ入れたばかりというふうに手紙類の一番上に載っておりましたからきっとあれがうちを出ますすぐ前に受け取ったものに違いございません男の呼び出し状でございます 母親はそんなふうに言って、切手の貼っていない一通の封書を差し出した。使いが持ってきたのだね。誰がこの手紙を娘さんに渡したのか、雇い人たちを調べてみましたか？余信半次の国枝氏が物やさしく尋ねた。はい、それはもう十分調べたのでございますが、妙なことに誰も知らないと思うのでございます。 ひょっとしたら娘が門のところに出ていた時直接手渡していったのかもしれませんでございますうんそんなことだろうねところであなたはこの手紙の主に心当たりでもありますかいいえ親の口から申すのもなんでございますがあれに限ってそんなみだらなことはこれっばかりもございませんこの手紙の男も 決して前々から知っていたのではなく上手な呼び出し文句につい載せられたのではないかと存じますでその呼び出し状の文句というのはさのようなしごく簡単なものであった今夜7時お宮の石灯籠のそばで待っていますきっと来てください誰にも言ってはいけません 非常に非常に大切な要件です「K」よりこの筆跡に見覚えはありませんか一向心当たりがございません鶴子さんは大家村長の息子の幸吉君と言い名付けになっていたそうですね国枝判事はそれとなく気を引いた手紙の差出人の「K」というのが 孝吉の頭字に一致するし、許い嫁いからの手紙なら、娘がすぐさまその呼び出しに応じたのも無理ではないと思われたからだ。はい、私どももそうではないかと思いまして、最前、本人のこうちゃんに尋ねてみましたのですが、僕がそんな呼び出しなぞかけるわけがない、その時間には NC へ行っていたのだから、それに第一、おばさんもご存じのとおり、 ははこんな下手な字は書きません。また鶴子さんに会いたければ不自由らしく手紙で呼び出したりなんかしないで僕がじかに誘いに行くはずじゃないですかって申すのでございますあのこれはもしや誰か悪者がこうちゃんからの手紙のように見せかけて鶴子をおびき出したのではございますまいか。判事と被害者の母親との問答はそれ以上進展しなかった。 そこで国枝氏は真っ先に取り調べた大谷幸吉をもう一度その調べ室にもう一度その調べ室に呼び入れる必要を感じた同席の警察署長をはじめ同意見であった大谷幸吉大谷幸吉は問題の呼び出し手紙を見せられるとさっき鶴子の母親が申し述べたのと大体同じような答えをした君は 昨夜 NC へ行っていたのだねはっきりしたアリバイだで N 氏では誰かを訪問したのでしょうね別に君を疑うわけではないが重大事件のことだから一応は先方へ問い合わせる程度の手数はかけなければなりません与心判事は何気なく尋ねた別に誰も尋ねなかったのです 会って話した人もありません幸吉は苦しそうに答えたでは買い物にでも出かけたのですかそれならその店の番頭なり主人なりが覚えているかもしれないそれならその店の番頭なり主人なりが覚えているかもしれないい,いえそうでもなかったのですただ町へ出たくなって N の本町通りをブラブラ歩いて帰ったのです買い物といえば通りがかりのタバコ屋でバットを買ったくらいのものですほうんそいつはまずいな国枝氏はうさんらしく相手の顔をジロジロ眺めながらしばらく思案していたが,やが,てひょいと気がやがてひょいと気がついたように元気な声を出した。 いや、そんなことはどうだっていいのだ君は N 氏の往復に乗り合い自動車に乗ったでしょう無論運転手は君の顔を見知っているはずだその運転手を調べさえすればいいのです判事がほっとしたように言うと意外にも幸吉の顔にハッとロウバイの色が浮かんだ青ざめて急には口もきけないほどだ判事は 唇の隅に奇妙な微笑を浮かべてしかし目は相手の心を突き通す鋭さでじっと幸吉の表情を見つめていた偶然だ恐ろしい偶然だ幸吉は妙なことをつぶやきながら救いを求めるように 余震判事の後ろに立っている人物を眺めたそこには高吉の親友の探偵小説家殿村正一が気の毒そうな顔をして佇たずんでいた彼がどうしてこの調べの席にしかも調べる人々の側に列していたかというに正一は国枝余震判事と高等学校時代の同級生で 現在も文通を続けている友達であったからだ作者は物語の速度を鈍らせまいためにこの両人の偶然の開口の場面をわざと省略したのである両人がそんな間柄であったから判事は取り調べに際して何かと好都合であったしまた探偵作家の殿村にとっては犯罪事件の実際を見学する好機会となった。 彼は事件の証人として友達の余震判事から一応の取り調べを受けたがそれが済んでも退席せず人々の暗黙の了解を得てその場に居残っていたわけであるで今大家幸吉が N 市へ往復した自動車について質問を受け顔色を変えて妙なことをつぶやいたのを聞くと殿村ははっとしないではいられなかった 彼は幸吉の苦しい立場を大方は推察していた昨夜は N 市に住む恋人に会いに行ったに違いない幸吉はそれを隠すためにアリバイを犠牲にしようとさえしているのだまさか乗り合い自動車に乗らなかったわけではありますまいね国枝氏は相手の躊躇を怪しんで やや皮肉な口調で催促したところが乗らなかったのです幸吉は苦しそうに言ってなぜかひどく赤面した青ざめていた顔が突然パッと好調したのが人々をぎょっとさせた僕が嘘をついているように聞こえましょうねしかし本当なんです偶然にも 僕は昨夜に限って乗り合い自動車に乗らなかったのです村の発着所へ行った時ちょうど NC 行きの最終の乗り合いが出たあとで他に車もないものですから僕はテクテク歩いて行ったのです汽車と違って近道をすれば一里半ほどの道のりですから君はさっき NC へは何の目的もなく ただにぎやかな町を散歩するために出かけたように言っていましたね何の目的もないのに一里半にもせよわざわざ歩いてまで N c へ行かなければならなかったのですか判事の追及ますます急であるええそれは田舎者には一里や二里の道は何でもないのです村の者は N c へ用事があっても 自動車賃を契約して歩くくらいですだが幸吉は村長の若旦那だ一里や二里が平気なほど丈夫そうにも見えるでは帰りはどうしましたまさか往復とも歩いたわけではないでしょうそれが歩いたのです遅かったものですから乗り合いはなく貸し自動車を探しましたが しくみんな出払っていたので思い切って歩きましたこのことは朝鶴子の死体を発見する前幸吉と殿村との会話によってすでに読者の知るところであるふん<う>すると君のアリバイは全く消えてしまったわけですね犯罪の行われた塔や君がこの S 村にいなかったという証拠は一つもないわけですね 判事の態度はだんだん冷ややかになっていくように見えた僕自身でさえ妙に思うほどですせめて往復の道で誰か知人に出会っているといいのですがそれもないのです幸吉は不運をかこつように言ったしかしアリバイがないからといってその偽手紙で僕に嫌疑がかかるわけではないでしょうねまさか <laughs> 彼は不安らしくキョトキョトしながら無理に笑ってみせた偽手紙といってもこれが偽物であるという証拠は何もないのです判事は振り切るように冷淡に言ってのけた君の筆跡と似ていないからといって故意に字体を変えて書くこともできるわけですからね そんなバカな何の必要があって事態を変えたんでしょう僕がいや変えたとは言いません変えることもできると言ったまでですよろしいでは引き取ってくださいしかし家へ帰ったならなるべく外出しないようにしてくださいまたお尋ねしたいことができるかもしれませんから幸吉が引き下がると 国枝氏は警察署長と何かひそひそささやいていたがやがて一人の私服刑事が署長の命令でどこかへ出かけていった「わら人形殿村君、これでひとまずおしまいだ小説と違って大して面白いものではないだろう」。 手すきになった国枝芳慎判事が昔の学友探偵小説家を廊下へ誘い出して行ったおしまいだってそんなことを言って僕を追い払おうというのかいおしまいどころかこれからじゃないか <laughs> いやそういうわけじゃないが今日はもう調べることもあるまい明日解剖の結果がわかるはずだから何もかもそれからだよ 僕は N 氏に宿を取っているから23日はそこから村へ通うつもりだよなかなか熱心だね誰でもそんな風にするのかい所長に任せておいてもいいのだろううんだがこの事件はちょっと面白そうなのでね少しおせっかいをしてみるつもりだ君は大家君を疑っているようだが殿村は 友達のために判事の気を引いてみたいや疑っているわけじゃないそういうことを決めてかかるのは君がいつも小説に書いているとおり非常に危険なんだ疑うといえば全ての人を疑っている君だって疑っているかもしれない判事は冗談のように言って殿村の肩をたたいた君 今手が空いているのだったら見せたいものがあるんだトンネルのそばの番小屋まで一緒に散歩しないか殿村は相手の冗談を黙殺して最前から言おうとしていたことを言った二兵爺さんの番小屋かい一体あそこに何があるの藁人形があるんだえな何だって国枝氏はびっくりして 殿村の生真面目な顔を眺めた現場を調べている時君にそのことを言ったのだけれど耳にも入れてくれなかったわら人形なんぞあとでいいと言ったそうだったかい僕はちっとも記憶しないがでそのわら人形がどうかしたのかいまあ何でもいいから一度見ておきたまえひょっとしたら 今度の事件を解決する鍵になるかもしれない。国枝氏はとっぴ千番なこの申し入れを真面目に受け取る気にならなかったけれど殿村の熱心な勧めを退ける理由もなかった彼は「小説家はこれだから困る」とつぶやきながら殿村の後について小学校の門を出た。番小屋に着くと、 今小学校へ呼ばれて帰ったばかりの二瓶親子はまた取り調べを受けるのかとおどおどしながら二人を迎え入れた「おじさんさっきのほらわら人形を見せてほしいのだよ」と殿村が言うと二瓶じいさんは妙な顔をして「あああれですかい」と裏の物置小屋へ案内してくれた。 ガタピシと戸板を開けると薪や炭を積んだ小暗い物置の隅っこに人間ほどの大きさのわら人形がいかめしく突っ立っていたなんだかかしじゃないか国枝氏があきれたように言ういやかかしじゃないこんな立派なかかしがあるもんかなかなか重いのだよ呪いの人形だよ 村はあくまで生真面目だでこの藁人形が今度の殺人事件にどんな関係があるというのどんな関係だか僕にもわからないしかし無関係でないことだけは確かだよおじさんこの人形を見つけた時のことをもう一度この人に話してあげてくれないだろうかすると二兵爺さんは 余震半時にこごしをかがめて話し始めた。ちょうど5日前の朝でございました。村へ用達があって、あの大曲り、ほら、鶴子さんの死骸が倒れていた線路のカーブのところを、わしら大曲りと申しますだが、そこを通りかかりますと、線路脇の原っぱに、このわら人形が転がっていましただ。 ちょうどつる子さんのたおれていたあたりだねの村が口をはさむがをええだがつる子さんの死骸はせんろのどてのすぐしたでしたがこの人形はせんろから10けんもはなれたはらっぱのなかにころがっていましたねを刺されて、ね、へええこれでございますよわら人形のむねのあたりに。 こんな小刀が突き刺さっておりましたじいさんは小屋へ入ってわら人形を抱え出してきた見るとなるほど胸の辺りのわらがズタズタに切り刻まれてそこに小型の白沙屋の担当が心臓をえぐった形で突き立ててあった呪いの人型だしかもそれがちょうど殺人事件の4日前 殺人現場の付近に捨ててあったというのは何か意味がありそうじゃないかうーんなるほど国枝氏もこの二つの殺人事件の人形と人間との不思議な一致を無視するわけにはいかぬいやそれよりも胸をえぐられた藁人形の死骸が何とも言えぬ妙な ぞーっと寒けのするような感じを与えたのだ。それで君はどうしたの、ええええ、わしは村の子供たちがいたずらをしたのだろうと、別に気にも留めないで、焚きつけにするつもりでこの小屋へ放り込んでおきましただ。担当も抜くのを忘れて、ついそのままになっていたのでございます。で、 このわら人形のことはだれにも話さなかったのだねええまさかこれが今度の事件の前兆になろうとは思わなかったもんでねああそうそう一人だけこれを見た人がありますよほかでもね山北のつる子さんだあの人がちょうどわら人形を拾ったよくじつひょっくりばんごやへ遊びにござらしてね わむすめがそれをはなしたもんだからじゃあみせてくれってねこのこやをわけてなかをのぞいてみなすったですよいんんごとだねえおじょうさんもまさかこの人形と同じ目にんぎょうとおなじめにあおうとはしらなかったでございますべほうつるこさんがねきみのうちへよくあそびにきたのかね いいいいえ、めったにないことでございます。あの日は娘のお花に何かくれるものがあると言ってそれを思って久しぶりでおいでなさったのですよさて一応聞き取りを済ませると国枝氏はわら人形は後ほど警官に取りに来させるから大切に保管してくれるよう頼んでおいて番小屋を引き上げることにした偶然の一致だよ。 おそらく爺さんの言ったように村の子供たちのいたずらに違いない犯人が実際の人殺しをやる前にわら人形で試験をしたというのもおかしいしまたその人形を同じ場所へ捨てておくなんて実に愚かな仕業だからね実際家の余震幹事は探偵小説家の神秘好みに同意できなかったそんなふうに考えれば。 犯罪事件とは無関係のように見えるかもしれないしかしもっと別な考え方がないとは言い切れまい僕は何かしら分かりかけてきたような気がすることに鶴子さんがわら人形を見に来たという点が非常に面白い見に来たわけじゃないだろういや見に来たのかもしれないじいさんの口ぶりから考えても これという用事があったのではないらしいから鶴子さんがお花を訪ねた本当の目的は案外藁人形を見るためだったかもしれない何かとっぴな空想をやっているんだねしかし実際問題はそんな手品みたいなもんじゃないよ余信判事は殿村の妄想を一生に伏し去ったがそれが 果たして妄想に過ぎなかったかどうかやがて分かる時が来るだろう恐ろしき落とし穴その翌日も国枝判事は警察署長と連れ立って小学校の臨時捜査本部へやってきたが彼が例の調べ室へ入った時には 一夜の間に刑事たちの奔走によって実に重大な証拠物件が取りそろえられてあったその証拠物件によって事件は急転直下あまりにもあっけなく終結したかに見えた恐るべき殺人犯人は確定したのだのっぴきならぬ確証が上がったのだまもなく調べ室のテーブルの前には 王や宏吉が呼び出され昨日と同じように国枝判事と滞在していた「本当のことを言ってくださいあの日君は NC へ謎行かなかったのでしょうたとえ行ったとしても7時までには村へ帰ってそれからずっと村内のどこかにいたのでしょう君があの夜帰宅したのは12時頃だというからそれまで どこかお宮の境内とか森の中とかで過ごしたのでしょう。余信判事は昨日と違って確信に満ちた態度で落ち着き払って取り調べを始めた。何度お尋ねになっても同じことです。僕はえぬしからまっすぐに当で帰宅したのです。お宮や森の中にいるはずがありません。高吉は平然として答えたが、青ざめた顔色に。 内心の苦問を隠すことはできなかった彼はすでに余震判事の握っている証拠物件に気づいていたからだそののっぴきならぬ証拠をいかに言いとくべきかを心を縮に砕いていたからだああ君にお知らせしておくことがあったのです判事は全く別の糸口から入っていったつる子さんは 細身の刃物で心臓をやられていたのです。ぶん担当でしょうつい先ほど解剖の結果が分かったのですでつまりですね犯罪には血がある被害者は血を流して倒れた従って加害者の衣服などに血痕が付着したかもしれないと考えるのは 極めて自然なことですね。そそうでしたかやっぱり他殺でしたか幸吉は絶望の表情でうめいたところで加害者はもし衣服などに結婚が付着したとすればそれをどんなふうに処分するでしょう君だったらどうしますかよしてください 好吉は気でも違ったのではないかと思われるような突拍子もない声で叫んだそんな問い方はよしてください僕は知っているのです刑事が僕の部屋の縁の下からはい出していくのを見たのです僕は少しも覚えがないけれど縁の下に何かがあったのでしょうそれを言ってくださいそれを見せてくださいははは君は お芝居が上手ですね。君の部屋の縁の下に隠してあったものを君は知らないというのですかよろしい見せてあげようこれだこれが君の常用していた浴衣であることはちゃんと調べが届いているのだよさあこの結婚は何だ これつる子さんの血でないとでも言うのか判事は御だかに行ってテーブルの下からもみくちゃになった一枚の浴衣を取り出し幸吉の前に差し出した見ると浴衣の袖や裾に点々として黒い結婚が付着している僕には全く訳が分かりませんどうしてこんなものが僕の部屋の縁の下にあったのか 浴衣は僕の,ものののもようです。しかし結婚は全く覚えがありません幸吉は追い詰められたけだもののように目をちわ知らせやっとなって叫んだ覚えがないでは済むまいよ判事は落ち着き払って第1は K の署名のある呼び出し状第2は 実に不思議なアリバイの不成立第三はこの浴衣だ君はその一つをも言いとくべき反証を示し得ないじゃないかこれほど証拠がそろってしかも弁解が成り立たないとしたらもはや犯罪は確定したと言ってもいい私は君を 山北鶴子殺害の容疑者として降因するほかはないのだ判事が言い終わると所長の目くわせで2人の警官がつかつかと幸吉のそばに近づき左右からその手を取った待ってください幸吉はぞっとするような死に物狂いの表情になって絶叫した待ってください 君たちの集めた証拠はみんな偶然の暗号に過ぎない。そんなもので罪に落とされてたまるものか第一僕には動機がないのだ僕が何の恨みもない言い名付けの少女をなぜ殺さなければならないのか動機だって生意気を言うな所長がたまりかねて怒鳴った。君は情負があるじゃないか そいつと切れるのがいエさに、せきたてられる結婚を一日延ばしに延ばしてきたんじゃないか。しかし、もうこれ以上は延期できないはめになっていた。君のうちと山北家との複雑な関係から、この結婚をもう一日も延ばしえない状態になっていた。もし、この結婚が不成立に終わったら、君の一家は、 山北家はもちろん村中に対して顔向けもできない事情があったのだ君は切羽詰まった休憩に立ったそしてとうとう鶴子さんさえなき者にすればとむちゃな考えを起こしたのだこれでも動機がないというのかこちらでは何もかも調べ上げてあるのだよああ 落とし穴だ俺は恐ろしい落とし穴にはめられたのだ幸吉はとっさに返す言葉もなく反響乱に身もだえするばかりであった幸ちゃんしっかりしたまえ君は忘れているんだもうこうなったら本当のことを言いたまえほら君にはちゃんとアリバイがあるじゃないか N 氏に住んでいる女の人に証言してもらえばいいじゃないか 人々の後ろから殿村章一が踊り出して叫んだ彼は友達の苦問を見るに見かねたのだそうだ判事さん N 市バツ町バツバを調べてくださいそこに僕の恋人がいるんです僕は事件の夜ずっとそこにいました散歩したなんて嘘ですその人の名は衣川由紀子って言うんです由紀子に聞いてください 高吉はついにひそかなる恋人の名を隠しておくことができなくなったハッハッハッハ何を言っているんだ君の上婦の証言なんか当てになるかその女は君の共謀者かもしれんじゃないか所長が一生に付したいやその女の証言を取るくらいの手数は何でもありませんあんなに言っているのだから 警察電話で本所へ至急取り調べて返事をしてくれるようにお命じになってはいかがです国枝氏の取りなしでともかく由紀子という女を取り調べさせることに決した由紀子はどうせ一度は調べなければならない人物なのだから待ち遠しい一時間が経過して駐在所から電話の返事を待って 一人の刑事が駆けつけがつてき衣川由紀子はおととい大家は一度も来なかった何かの間違いでしょうと答えたそうです幾度訪ねても同じ返事だったそうです刑事が報告したそれで幸子は当夜ずっと在宅していたかどうかはそれは幸子が2階狩りをしているうちのばあさんを取り調べた結果確かに 在宅していたことが分かったということです。もし幸子が当夜外出したとなると、彼女にも鶴子殺しの疑いがかかるわけだ。彼女もまた幸吉と同じ動機を持っていたからである。しかし外出した模様もなく、恋人の幸吉にとっては最も不利な証言をしたところを見ると、幸子は何も知らぬらしい。 全然この事件の圏外において差し支えないわけだ国枝氏は再び幸吉を面前に呼び出して刑事からの報告を伝えたさあこれで君のためにできるだけのことをしたわけだもう依存はあるまいね君の譲歩さえアリバイを申し立ててはくれなかったのだ観念した方がいいだろう嘘だ ユキコがそんなことを言うはずがない。会わせてください。僕をユキコに会わせてください。あれがそんなバカなことを言う通りがない。君たちはいい加減なことを言って僕を陥れようとしているのだ。さあ、僕を NC へ連れて行ってください。そして、ユキコと対決させてください。コキチは、ジナンダを不満ばかりにしてわめいた。 よしよし合わせてやる合わせてやるからおとなしくするんだ警察署長は見えすいた猫なで声をしながらギロリと鋭い目で部下に合図をした2名の警官がよろめく幸吉の手をつかんで荒々しくドアの外へ引きずり出してしまった大家村長の若旦那幸吉は果たして 恐ろしい殺人犯人であったかもしや彼は何者かのために抜き差しならぬ落とし穴に陥れられたのではあるまいかではその真犯人は一体全体どこに隠れているのであろう探偵小説家殿村昭一はこの事件においていかなる役割を務めるのか 彼があのように重大に考えていた藁人形にはそもそもどんな意味があったのか幸子の消失 S 村の村長の息子である大家幸吉がその許嫁漬け山北鶴子残殺犯人の容疑者として拘因せられた。 浩吉はあくまで無実を主張したが第一のっぴきならぬ血染浴衣という証拠品があり犯罪当夜の現状不在証明が成り立たずその上彼には許嫁を殺害しかねまじき動機さえあったのだ浩吉は鶴子を嫌い抜いていた彼は N 氏に衣川由紀子という密かなる恋人があってその恋を続けるためには 結婚を迫る言い名付けは何よりの邪魔者であった。しかも幸吉一家には鶴子の家に対してこの言い名付けを取り消しえない苦しい浮世の義理があった幸吉が結婚を承知しなければ父大家氏は村長の栄職を投げうって S 村を退散しなければならないほどの事情があった一方山北家では 矢のように婚礼の日言を迫ってくる従って大家氏夫妻は中かんばかりに幸吉を攻めくどく恋に狂った若者がこんな羽目に陥った時その許嫁の女を憎み呪い果ては殺意をさえ抱くに至るのは至極ありそうなことではないか というのが余震判事や警察の人々の意見であった動機あり証拠品がありアリバイなしもはや幸吉の有罪は何人も覆すことができないように見えただがここに幸吉の両親大家氏夫妻の他に彼の有罪を信じない一人の人物があった それは幸吉の親友で S 村に寄生中たまたまこの事件にぶっつかった探偵小説家トノムラショイチだ。彼は幼年時代からの幸吉の友達でその気心を自筆していたからいかに恋に狂ったとはいえ彼が罪もない許嫁いの鶴子を殺すなどとはどう考えても信じられないのであった彼は今度の事件について 一つの不可思議な考えを抱いていてたそれは殺人の行われた4日前にほとんど同じ場所に等身大のわら人形がしかも単刀で胸を刺されて倒れていたことを出発点とするまことに突飛千番な幻想であったそんなことを国枝判事などに話せば小説家の空想としてたちまち一生に伏し去られるのは知れきっていたから 彼はそれれにについて何事も口にしなかったけれど、親友の幸吉が無実を主張しながら降因された上は親友を助ける意味で彼は彼の幻想に基づいて一つこの事件を探偵してみようと決心したではどこから始めるか経験のない殿村にはちょっと見当がつきかねたが何はさておき まず N 氏の絹川由紀子を訪問してみなければならないように感じられた幸吉は犯罪等や由紀子のところへ行っていたと主張し由紀子は警察に対してはっきりそれを否定しているこの奇妙な矛盾は一体何から来ているかまずそれを解くのが先決問題だと思ったそこで幸吉に降印された翌朝彼は N 市への乗り合い自動車に乗った無論ユキコとは初対面であるこの恋人のことは幸吉が誰にも打ち明けていなかったので S 村の人はもちろん幸吉の両親さえもユキコを知らず余震判事の取り調べの際幸吉が自白したので初めてその住所なり生命なりを知ったほどであった殿村は N 市へ着くと 直ちに停留場に近いユキコの住所を訪問したごたごたした小工場などに挟まれたくすぶったような二階建ての長屋の一件がそれであった案内を請うと六十余りのおばあさんが目をしょぼしょぼさせて出てきた「衣川ユキコさんにお目にかかりたいのですが」と来意を告げると老婆は耳に手を当てて え、どなたでございますと顔を突き出す目も悪く耳も遠いらしいあなたのところの2階に衣川という娘さんがいらっしゃるでしょうその人にお目にかかりたいのです僕は殿村という者です 殿村は老婆の耳に口を寄せて大声に怒鳴ったするとその声が2階に通じたのか玄関から見えている階段の上に白い顔がのぞいて「どうかこちらへお上がりくださいませ」と答えたその娘が衣川由紀子に違いない2階は6畳と4畳半の二間ま切りで その六畳の方が幸子の今と見え、女らしくきれいに飾ってある。突然お邪魔します。僕は s 村の大家幸吉くんの友達で殿村というものです。挨拶をすると、ゆきこは丁寧にお辞儀をして。私、鬼怒川ゆきでございます。と言ったきり、恥ずかしそうにうつむいて黙っている。 るる。と、のがしであ殿村は幸吉があれほどに思っていた娘さんだから「さだめし非常に美しい人であろう」と想像してきたのに今目の前につくねんと座っている幸子はどうも美しいとは言えないばかりでなくまるでインバイ符のような感じさえするのだ髪は洋髪にしているがそれが実に下手な言い方で。 額に立たせたいにになせかかのけががをばりり、れ殿コテコテ村は幸吉が何をものづきにこんなへんてこな女を愛したのかと疑いながらともかくも幸吉の婚姻せられた顛末を語り聞かせ犯罪の当日 彼は本当に幸キを訪問しなかったのかとただしたするとなんという冷淡な女であろう幸キは恋人の行員を指して悲しむ様子もなく言葉少なに、その日幸吉は一度も来なかった胸を答えた殿村は話しているうちにだんだん変な気持ちになってきた幸という女が。 感情を少しも持たぬ人造人間か何かのようにさえ思われて一種異様の不気味さを感じないではいられなかったそれであなたは今度の事件をどう思います公君が人殺しなぞできる男だと思いますか少々尺に触って叱りつけるように言うと相手は相変わらずの無感動であの人が。 そんだいそれたことをなさるとは思われませんけれどと実に煮えきらぬ返事だこの女は恥ずかしがって感情を押し殺しているのか心からの冷血動物なのかそれとももしかしたら幸吉をそそのかして鶴子を殺害せしめた張本人であるためにその罪の恐怖におびえきってこんな様子をしているのか 全く得体の知れぬ不思議な感じであった。彼女が何かにひどく怯えていることは確かでちょうどその家の裏が停車場の構内になっているものだから絶えず機関車の行き来する音が聞こえ時々はすぐ窓の外で鋭い奇跡が鳴り響くのだがそんな物音にもユキコはビクッと身を震わせて驚くのだ。ユキコは。 この家の二階を借りて一人で暮らしているらしいちょうどなどがなんとなく職業婦人を思わせる「どこかへお勤めなんですか?」と尋ねてみると「ええ少し前まである方の秘書を勤めていましたが今はどこへも?と」と口の中でもぐもぐ言うなんとかして本音を吐かせようと なおいろいろ話しかけてみたが幸子は黙りがちで少しも要領を得ない絶えずうつむいて目を伏せて口を聞く時も殿村を静止せずまるで畳と話をしているようなあんばいだ結局殿村はこのゆきこの必要な沈黙をどうすることもできずひとまずその家を自去することにしたがいとまを告げて階段を降りかけても ゆきこは座敷に座って頭を下げているばかりで下へ送ってこようともせぬ玄関の土間に降りるとそれでも例のおばあさんが見送りに出てきたのでの村は念のためにその耳に口を寄せて「今日から3日前つまり先おとといですね鬼怒川さんのところへ男のお客さんはなかったですか?」 ちょうど私ぐらいの年配のと尋ねてみた2階のゆきこに気兼ねをしながら23度繰り返すとやっと「さあどうでございましたかね?」という返事だだんだん聞いてみるとこの家はおばあさん一人暮らしで2階をゆきこに貸しているのだが体が不自由なため いいちいち取り次ぎなどはせずゆきこのお客様は勝手に階段を上がっていくし夜なども客が遅く帰るときは幸子が表の戸締まりをすることになっているらしいつまり2階と下とが全く別々のアパートみたいなものでたとえあの日幸吉がゆきこを訪ねたとしてもこのおばあさんはそれを知らないでいたかもわからぬのだ殿村は ひどく失望してその家を出たそして考え込みながら足元を見つめて歩いていると「やああなたもここでしたか」突然声をかけたものがあるびっくりして見上げると S 村の小学校の取調室で知り合った N 警察の警官だまずいやつに出くわしたと思ったが 嘘を言うをわけにもいかぬのでゆきこを訪問したことを告げるとじゃあうちにいるんですねそいつはいい具合だ実はあの女を取り調べることになって今呼び出しに行くところです急ぎますから失敬します警官は言い捨てておろっけん向こうに見えているゆきこの下宿へ走っていった殿村は ななぜかそそのまま立ち去る気ににはなれず、そこに佇んで警官ののの姿が甲子戸の中へ消えるのを見送っていた。警官に引き連れられたユキコがどんな顔をして出てくるかとちょっと好奇心を起こして待っているとやがて再び「孔子戸」の開く音がして警官が出てきたがユキコの姿は見えぬそればかりか警官は殿村がまだそこに立っているのを見つけると 怒ったような声で「困りますねでたらめをおっしゃっては衣川由紀子はいないじゃありませんか」と言ったえいないって殿村は面食らってそそんなはずはありませんよ今僕が会ってきたばかりですからね僕がたった56軒歩,歩く間に外出できっこありませんよ本当にいないのですか と信じられぬ様子だ本当にいないのですばあさんに尋ねても不得要領なので2階へ上がってみたんですが猫の子1匹いやしないじゃあ裏口からでも外出したのかもしれませんねさあ裏口といって裏は停車場の構内になっているのだがともかく僕も引き返して調べてみましょう いいないはずはないのだがなそこで二人はもう一度その家の格子どを分けてばあさんに尋ねたりさ探しをしたりしたが結局衣川由紀子は煙のように消えうせてしまったことが確かめられたばかりであった最前警官が入っていった時ばあさんは殿村を送り出してまだ玄関のしかも階段の折り口に立っていたのだから いくら目や耳の疎い老人でもゆきこがその階段を下りてくるのを気づかぬはずはなかったなお念のために履物を調べさせてみたけれどゆきこのはもちろんばあさんの履物も一足もなくなっていないことが分かったゆきこが外出しなかったことはもはや疑う余地がないのだではもう一度2階を調べてみようとはしご壇を登り 押入れの中や天井裏までのぞいてみたがやっぱり人の気配はないこの窓から屋根自いに逃げたんじゃないかな警官が窓の外を眺めながら口走った逃げたって何かあの人が逃げ出す理由でもあるのですか殿村がびっくりしたように聞き返したもしあの女が共犯者であったとすれば僕の声を聞いて 逃げ出さぬとも限りませんよ。しかしそれにしても警官はその辺の屋根を眺め回して「この屋根じゃどうも逃げられそうもないな」「それにすぐ下の線路に大勢甲府がいるんだしいかにも窓の下はすぐ駅の構内になっていて何本も汽車のレールが並びその一本は修繕中と見えて」 四五人のコウフがつるはしを揃えて仕事をしている。おーい、今この窓から線路へ飛び降りた者はいないか？警官が大声でコウフたちに尋ねた。コウフたちは驚いて窓を見上げたが、無論ユキコがそんな一目につく場所へ飛び降りるはずはなく、彼らは何も見なかったと答えた。また。 由紀子が屋根伝いに逃げたとすれば甲府たちが気づかぬわけはないからこれも不可能なことだつまりあのお化けのようにおしろいを塗った妖怪じみた娘は期待となって蒸発したとでも考える他には解釈のしようがないのであった殿村は狐につままれたような夢でも見ているような 何とも言えぬなな気持ちになって、うつろな目で窓の外を眺めていた頭の中に無数の微生物がモヤモヤと入り乱れてその間を胸に担当を刺された藁人形や壁のように白いユキコの顔や赤ハゲになった顔の中からまん丸に飛び出していた鶴子の目の玉などがスースーと現れては消えていった そして頭の中が闇夜のようにあやめも分からぬ暗さになったその暗い中から徐々に異様なものの影が浮き上がってきた何だろう棒のようなものだ鈍い光を放っている棒のようなものだそれが2本平行に並んでいる 殿村はその棒のようなものの正体をつかもうとしてモえへ苦しんだすると突然パッと頭の中が真昼のように明るくなった謎が解けたのだまるで奇跡みたいに全ての謎が解けたのだ高原療養所だああ分かったぞ君犯人のありかが分かりましたよ 国枝君はまだこちらにいますか警察ですか殿村が気狂いのように叫び出したので警官は面食らいながらも国枝予診判事がちょうど今警察署に来ている旨を答えたよろしいじゃあ君はすぐ帰って国枝君に僕が行くまで待っているように伝えてください殺人事件の犯人を引き渡すからと言ってねえ犯人ですって 犯人は大家幸吉じゃありませんかあなたは何をバカなことをおっしゃるのです警官が仰天して叫んだいやそうじゃないのです犯人は他にあることが今やっと分かったのです想像もできない邪悪ですああ恐ろしいことだともかく国枝君にそう伝えてください 僕がすぐあとから行って説明します殿村が着ぐるいのように繰り返し繰り返し頼むので事情はわからぬながら煙に巻かれてしまって警官はあたふたと署に帰っていった国枝判事の親友である殿村の言葉を無限にはねつけるわけにもいかなかったのだ途中で警官に別れると殿村はいきなり停車場に駆けつけ 駅員をらえて奇妙なことを尋ねた「今日午前9時発の上り貨物列車には材木を積んでいましたか駅員はびっくりしてじろじろ殿の村の顔を眺めていたが何と思ったのか親切に答えてくれた積んでいました材木を積んだ無害貨車が確か3台あったはずですでその貨物列車は 次の悠駅には停車することになっているのですか悠というのは S 村とは反対の方角にある N 市の次の停車場なのだええー、停車します悠ではいくらか積み下ろしがあったはずですそれだけ聞き取ると殿村は駅を走り出して駅前の自動電話に飛び込み悠町の郊外にある有名な高原療養所を呼び出して 何か入院患者のことをしきりと尋ねていたがこれも満足な答えが得られたと見え通話が終わるとそのまま勢い込んで警察署へと駆けつけた国枝氏は所長室にただ一人ぽつねんと腰掛けていたが突然殿村が取り次ぎもなく飛び込んできたのであっけにとられて立ち上がった殿村君君の推挙にも困るね。 小説家のにわか刑事なんかが成功するはずはないのだから国枝氏はにがりきって決めつけたいやにわか刑事であろうと何であろうとこの歴然たる事実を知りながら黙っているのはむしろ罪悪だ僕は真犯人を発見したのだ大家君は無罪だ 殿村は興奮のあまり場所柄をもわきまえず絶叫した静かにしてくれたまえお互いは気心を知り合った友達だからいいけれど警察の連中にこんなところを見られては少し具合が悪いのだから国枝氏は困り果て気違いのような殿村をなだめながら「でその真犯人というのは一体何者だね?」と尋ねた。 いや、それは君自身の目で見てくれたまえ。夕町まで行けばいいのだ。犯人は高原療養所の入院患者なんだ。殿村の言い草はますます突飛である。病人なのかい国枝氏はびっくりして聞き返した。うん。まあ病人なんだ。本人は仮病を使っているつもりだろうが、その実、 救いがたい精神病者なのだきちがいなのだそうでなくてこんなおそろしい殺人罪が考え出せるものか探偵小説家の僕がこれほど驚いているのでもわかるだろう僕には何が何だかさっぱりわからないが国枝氏は殿村こそ気が違ったのではないかと心配になりだしたわからないはずだ どこの国の警察記録にも前例のない事件だよいいかい君たちは実にとんでもない思い違いをしているのだもしこのまま審理を続けていったら君は職務上実に取り返しのつかぬ失策をしでかすのだよ騙されたと思って僕と一緒に高原療養所へ行ってみないか信用できなかったら予震判事としてではなく一個人として行けばいい たとい僕の推理が間違っていたところでほんの2時間ほど浪費すれば済むのだ押し問答を続けた末結局国枝氏は旧友の熱性にほだされいわば基地外のお守りをする気で療養所へ同行することになった無論警察の人々にはそれと言わずちょっと使用で出かける程にして自動車の用意を頼んだ 真犯人高原療養所は国道を飛ばして四十分ほどの道のりだ由紀子の家を家探しして一時間以上をつぶしたのと国枝判事を解きつけるために手間だったので彼らが療養所へ着いたのはもうお昼過ぎであった療養所は駅の少し手前美しい丘の中腹に 絵のように広がっている白亜の建物だ車を門内に入れて受付に来ンを告げるとすぐさま院長室に通された院長の小玉博士は専門の医学のほかに文学にも堪能で殿村などとも知り合いであったから最前殿村からの電話を聞いて彼らの来るのを待ち受けていたほどであるさっき電話でお尋ねの仁相の夫人は。 北川トリコという名で入院してますよ。お言葉によって、それとなく見張りをつけておきました。挨拶が済むと院長が言った。あの女がここへやってきたのは何時頃でしょうか？殿村が尋ねる。そうです。昆虫を9時半頃でしたか？で、症状はどんな風なのですか？ まあ神経衰弱でしょうね。何かショックを受けてひどく興奮しているようです。別に入院しなければならないほどの症状ではありませんが、ご承知の通り、ここは病院というよりは一種の温泉宿なんですから、本人の希望次第で入院を許すことになっているのです。あの人が何か悪いことでもしたのですか院長は。 まだ何も知らぬのだ。殺人犯人なのです。殿村が声を低めて言い放った。え殺人犯人ですってそうです。ご承知の S 村の殺人犯人の下手人です。院長は非常な驚きに打たれ、慌ただしく委員を呼んで、 北川トリコの病室へ案内させてくれた国枝氏も殿村もその病室のドアを開くときにはさすがに心臓のただならぬ鼓動を感じないではいられなかった思い切ってさっとドアを開くと入り口の真正面に衣川由紀子が怯えた目を張り裂けんばかりに見開いて突っ立っていた北川トリコとは他ならぬ 由紀子であったいや少なくとも衣川由紀子と称する女であった彼女は今朝会ったばかりの殿村を忘れるはずはないその後ろに立っている国枝義信判事は知らなかったけれどこの慌ただしい侵入が皇位の訪問であろうはずはない彼女はとっさの間に全てを悟ってしまったあいけない 突然、殿村がユキコの体に飛びついてその手から青い小さなガラス瓶をもぎ取った彼女はどこで手に入れたか万一の場合に備えて毒薬を用意していたのだ毒薬を奪われた娘は最後の力尽きて崩れるように倒れ伏し物狂わしく泣き言った国枝君 衣川由紀子が部屋の中で消えうせてしまったことを聞いているだろうあの部屋から姿を消したこの女は素早くも療養所の入院患者になりすましていたのだよ殿村が説明したたが待ちたまえそれは少しおかしいぜ国枝氏は何か腑に落ちぬらしく耐えいらんばかりに泣き入っている女を見下ろしながら 由紀子は犯罪の行われた日は一度も外出しなかったはずだそれに被害者の山北鶴子は由紀子にとって恋の敵でも何でもない大家は完全に由紀子のものだったのだからねその由紀子が何を好んで命がけの殺人罪などを企てたのだろうどうもおかしいぜこの女は神経衰弱のあまり 変な幻想を起こしているのではないかしらと妙な顔をするさあそこだよそこに非常な錯誤があるのだ犯人のずばぬけたトリックがあるのだ君は犯人を大家幸吉と決めてかかっているそれが間違いだ君は被害者を山北鶴子と決めてかかっている そこに重大な錯誤があるのだ被害者も犯人も君たちには少しも分かっていないのだ殿村が機械旋盤なことを言い出したえな何だって国枝氏は飛び上がらんばかりに驚いて叫んだ被害者が山北つる子ではないって じゃあ一体誰が殺されたのだあの死骸は犬に食い荒らされる以前おそらく顔面をめちゃくちゃに傷つけてあったに違いないそうして人相をわからなくした死骸に鶴子の着物や送信具をつけてあそこへ捨てておいたのだだが君それじゃあ鶴子の行方不明をどう解釈すればいいのだ田舎娘が親に無断で 三日も四日も帰らないなんて常識では考えられないことだ。鶴子さんも絶対にうちに帰るわけにはいかなかったのだ。僕はね、王くんから聞いているのだが、鶴子さんは非常にな探偵小説好きで、英米の犯罪学の書物まで集めていたそうだ。僕の小説なんかも残らず読んでいたそうだ。 あの人は君が考えているような単純な田舎娘ではないのだよ殿村は必要以上に高い声で物を言った国枝氏ではない誰かもっと別の人に話しかけてでもいるように国枝氏はますます面食らって「なんだか君は鶴子さんを非難しているように聞こえるが」と反問した 避難だって避難どころか。あいつは人殺しなんだ。極悪非道の殺人鬼なんだ。えするとそうだよ。山北鶴子は君が信じているように被害者ではなくて加害者なんだ。殺されたのではなくて殺したのだ。 誰を誰を予心判事は奥村の興奮に吊り込まれて慌ただしく尋ねた鬼怒川由紀子さおいおい殿村君君は何を言ってるのだ鬼怒川由紀子は現に僕らの目の前に泣き伏せているじゃないかだがあそれとも。 もしや君はハは。はッ <laughs> 分かったかいここにいるのは北川由紀子の仮面をかぶった山北鶴子その人なんだ鶴子は大家君を熱愛していた両親を責めて結婚をせき立たせたのも鶴子だこの人が大家君の心を占めている鬼怒川由紀子の存在をどんなに呪ったか 全く自分から背き去った大家君をどれほど恨んだか想像にかくはないそこでその二人に対して恐ろしい復讐を思い立ったのだ恋の敵のユキコを殺しその死骸に自分の着物を着せて大家君に殺人の嫌疑がかかるように仕組んだのだ一人は殺し 一人には殺人犯人として恐ろしい刑罰を与える実に完全な復讐ではないかしかもその手段の複雑巧妙を極めていたことさすがは探偵小説や犯罪学の研究家だよ殿村はそこで泣き伏せている鶴子に近づきその方に手を当てて話しかけた鶴子さん 聞いていてたでしょうね。僕の言ったことに何か間違いがありますかありますまい僕は探偵小説家です君の素晴らしい思いつきがよくわかりますよ今朝、鬼怒川由紀子の部屋で会った時には君の巧みな変装に騙されてつい気がつかなんだけれど君と別れたから僕はハッと思い出したのです S 村でたった一度話したことのある 山北鶴子の面影をその不格好な洋紙や厚化粧のおしろいの下からはっきり思い浮かべることができたのです鶴子はもはや観念したものか泣きじゃくりをしながら殿村の言葉をじっと聞いているその様子が殿村の推察が少しも間違っていないことを語っているように見えたすると鶴子は キヌガワユキコを殺しておいてその殺した女に化けていたのだね国枝氏が驚愕の表情を押し殺すようにして口を挟んだそうだよそうする必要があったのだ殿村がすぐ引き取って答えるせっかくユキコの死骸の顔を傷つけて鶴子と見せかけても当のユキコが行方不明になったのでは疑いを受けるもとだ そればかりでなく鶴子が殺された体を装うためには鶴子こそ行方をくらまさなければならぬそこで鶴子が一時ユキコに化けてしまえばこの2つの難題を同時に解決することができるじゃないかその上ユキコに化けて大家君のアリバイを否定しいやおなしに罪に落としてしまう必要もあったのだからね実に素晴らしい思いつきだよ なるほどなるほど。ゆき子が恋人である大家のアリバイを否定するのは変だと思ったがそれで辻まが会うわけだそれにはね殿村が説明を続けるあのゆき子の下宿というものが実におあつらえ向きにできていた下には目も耳も疎いおばあさんたった一人だ外出さえしなければ負けの皮がはげる気遣いはないまた たとえ人違いを看破するものがあったところでまさかそれが惨殺されたはずの山北鶴子だなどと誰が思うものか広い絵主に鶴子を知っている人はほんの数えるほどしかないはずだものつまりこの女は我が身を一生日陰者にし親子の縁を切ってまでも恋の恨みを晴らしたかったのだ無論 永久に鬼怒川由紀子に化けていることはできない大家君の罪が決定するのを見定めてからどこか煙獄へ身を隠すつもりであったにそういないああなんという深い恨みだろう恋は恐ろしいねこの裏若い娘を気違いにしたのだいや鬼にしたのだ嫉妬に燃える一匹の鬼にしたのだ この犯罪は決して人間の仕業ではない。地獄の底から這い出してきた。悪鬼の所業だ。なんと罵られても哀れな。つる子はうつぶした。まま石のように動かなかった。あまりの打撃に思考力を失い。あらゆる神経が麻痺して身動きをする力もないかと見えた。国枝氏は？ 小説家の妄想がビシビシと的中していくのを非常な驚きをもってむしろ空を恐ろしくさえ感じながら聞いていたがしかしまだまだ腑に落ちぬ点がいろいろあった「むらくんすると大家幸吉は別に嘘を言う必要もなくまた言ってもいなかったことになるが思い出してみたまえ大家は犯罪の当や 遅くまで川してくる。つまり幸子はその夜少なくとも11時前後までは N 氏にいたはずだねところがその幸子が同じ晩に遠く離れた S 村で殺されていたというのは少しつじつまが慌るじゃないかたとえ自動車が雇えたとしてもそんなに遅く若い女が一里半もある山奥へ出かけていくというのは実に変だ それにいくら猛獄したばあさんだと言って幸子がそんな夜更けに外出するのだったら一言くらい断っていくだろうしそれを忘れてしまうはずもなかろうじゃないかところがあのばあさんはあの夜ゆきこは決して外出しなかったと証言しているのだぜさすがに国枝氏は急所をつくさあそこだよ僕が どの国の警察記録にも前例がないというのはその点だよ殿村はこの質問を待ち構えていたように勢い込んでしゃべり始めた実に奇想天外のトリックなんだ殺人教ででもなければ考え出さないような驚くべき方法なんだこの間僕は二平爺さんが拾っておいたわら人形に関して 君にいを促しておいたはずだね。ほらあの担当で胸を刺されていたやつさあれは何だと思う犯人がねこの突飛千番な思いつきを試験するために使用したものだよつまりあのわら人形をね貨物列車に乗せておいたならいったいどの辺で車上から振り下ろされるものだかを試験してみたのだよ 何だって貨物列車だって国枝氏はまたしても面食らわざるを得ないのだ手っ取り早く言うとねこういうわけなのだよ探偵小説愛読者である犯人は犯罪というものはどんなに注意をしても現場に何かしら手がかりが残ることをよく知っていたのだで自分は少しも現場に近寄らず ただ被害者の死骸だけがそこに転がっているという一見全く不可能なことを成し遂げようと企てた鶴子がどうしてそんな変なことを考えついたかというとねこの女は恋人の敏感でいつの間にか衣川由紀子の住所を嗅ぎつけ由紀子の留守の間にあの二階の部屋へ上がってさえいたのだねえそうですね鶴子さん そして実に驚くべき発見をしたのだというのはご承知の通り幸子の部屋はすぐ停車場の構内に面していた窓の真下に貨物列車専用のレールが走っているでそこを列車が通るとレールの地盤が高くなっているものだから貨物の箱が窓とすれすれに一尺と隔たぬ近さで ゆきこの部屋をかすめていく僕は今朝あの部屋を訪ねてこの目でそれを見たのだしかも校内のことだから貨物列車は貨車の付け替えのためにちょうどユキコの部屋の窓の外あたりで停車することがある鶴子さん君はあれを見たのですねそして今度の恐ろしい犯罪を決行する気になったのですね 殿村は時々泣き伏している鶴子に話しかけながら複雑な説明を続けていったそこでこの人はやっぱり幸子の留守を伺い例のわら人形を持ち込んでちょうど窓の下に停車している無害貨車の材木の上へこの辺を通る無害貨車はほとんど例外なく材木を積んでいるんだよ屋根伝いにその人形をそっと乗せたのだ くくりもどうもしないのだから汽車の同様で人形はどっかへ振り落とされるに決まっているそれがどの辺だか大体の見当をつけようとしたわけだ長い貨物列車のことだからそれに S 村のトンネルまでは道が上りになっているから速力は非常にのろい人形はなかなか落ちないのだそして例のトンネルの近くまで進むと がが終わって少しスピードが出るちょうどその時俗に大曲がりと称する急カーブに差し掛かるのだ列車がひどく動揺する自然人形はそこで振り落とされることになる交通号にも人形の落ちたところが S 村の外れの寂しい場所と知ると犯人はいよいよ殺人の決心を固めた そして大家君がゆきこを訪問する日を待ち構えていて彼を尾行し彼がゆきこに別れて帰るのと入れ違いに2階の部屋へ侵入して相手の油断を見すまし難なくゆきこを刺し殺してしまうそれから顔をめちゃめちゃに傷つけて着物を着替えさせちゃんと時間を調べておいた夜の貨物列車が窓の外に止まるのを待って 屋根伝いにそこへ炊き下ろすという順序なのだ鶴子さんそのとおりでしたね死骸は黙散通りトンネルの傍らへ振り落とされたその上なお好都合にもあの辺の山犬が全く見分けのつかぬように皮膚を食い破ってしまった一方犯人の鶴子はそのまま幸子の部屋に居残って 髪の形を変えおしろいを塗り頬には公約を貼り幸子の着物を着作り声をしてまんまと幸子になりすましていたのだ国枝君これは君たち実際彼は全く考えも及ばぬ空想だしかし若い探偵小説家の娘さんには決して空想ではなかった この人は無謀戦板にもそれを実行してみせたのだ大人にはできないゲーだよそれから今日この人があの2階で消えうせてしまった秘密も君には説明するまでもなかろうやっぱり同じ方法で今度は S 村とは反対の方角へ無害貨車のただ乗りをやったのだよさあ鶴子さん もし僕の推察に間違った点があったら訂正をしてください多分訂正する必要はないでしょうね殿村は語り終わって再び鶴子に近づきその肩に手をかけて引き起こそうとしたとその瞬間うつむいていた鶴子の体が電気にでも感じたように大きくビクッと波打ったかと思うと「ああというような 身の毛もよだつ叫び声を発して彼女はガバと跳ね起きた羽を着ていきなり断末魔の吉街踊りを踊り出したそれを一目見ると殿村も国枝氏もあまりの恐ろしさに思わずあっと声を立てて後じさりをした鶴子の顔は涙のために厚化粧のおしろいが不気味なまだらにハゲ落ちて 目は血走り、髪は逆立ちもつれ、しかも見よ、彼女の口は夜叉のように耳まで裂けて、髪鳴らす歯の間から、ドクドクと溢れ出る真っ赤な血のり。それが唇を毒々しく彩り、網目になって顎を伝って、ボトボトとリノリウムの床へ滴り落ちているではないか。鶴子は。 ついに舌を噛み切ったのだ自殺戦として舌を噛み切ったのだおい誰か来てください大変です舌を噛み切ったのです意外な結果に狼狽した殿村は廊下に飛び出して声を限りに人を呼んだ くして、村の殺人事件は終わりを告げた。舌を噛み切った山北鶴子はかわいそうに死にきれず長らく療養所の厄介になっていたが傷口は回入しても狂気は治らずろれつの回らぬ口であらぬことをわめきながらゲラゲラと笑うほかには何の脳もない気がい女となり果ててしまっただがそれは後のお話 その日、舌髪切った鶴子を院長に託し鶴子の実家へは長文の電報を打っておいてひとまず N 氏へ引き返す記者の中で国枝芳信判事は親友の殿村にこんなことを尋ねたものだそれにしても僕にはまだ飲み込めない点があるんだがね鶴子が無害貨車に隠れて逃げ出したのは分かっているがその行き先が高原療養所だということを 君はどうして推察してたんだね。鶴子の自殺騒ぎでせっかく事件を解決した楽しさをめちゃめちゃにされた殿村は苦い顔をしてぶっきらぼうに答えたそれは午前9時発の貨物列車がちょうど療養所の前で捜査の都合上ちょっと停車することを知っていたからだよ材木の間に隠れたまま遊駅まで行ったのでは 貨物積み下ろしの人腐に発見される恐れがある鶴子さんはどうしても有益に着く前に貨車から飛び降りる必要があったそれには療養所の前で停車した檻が絶好の機会ではなかろうかしかも降りたところには高原療養所が建っている病院というものは犯罪者にとって実に屈強な隠れ家なんだよ 探偵小説教の鶴子さんがそこへ気のつかぬはずはない僕はこんな風に考えたんだなるほど聞いてみると実に何でもないことだねしかしその何でもないことが僕や警察の人達には分からなかったのだえーとそれからもう一つ疑問がある鶴子が自宅の机や引き出しに残しておいた刑の署名のある呼び出し状は つ鶴子自身が偽造したものに違いないがもう一つの証拠品例の大家君の居間の縁の下から発見された血染めの浴衣の方はちょっと解釈が難しいと思うがそれも何でもないことだよ鶴子さんは大家の両親とは親しい間柄だから大家君の留守中にも自由に遊びに来たに違いないそして遊びに来ている間に機械を見て オーヤ君の着古しの浴衣を盗み出すのは造作もないことだその浴衣に血を塗って丸めて犯罪の前日あたりにあの床の下へ放り込んでおくのも少しも難しいことではないなるほどなるほど犯罪のあとではなくてその前にあらかじめ証拠品を作っておいたというわけだねなるほどなるほどしかし あのののたただしい血のりはどこから取ったものだろう僕は念のためにあれを分析してもらったが確かに人間の血なんだよそれは僕も正確には考えられないしかしあのくらいの血を取ることはさして困難ではないのだよ例えば1本の注射器さえあれば自分の腕の静脈からだって茶のみ茶碗に一杯くらいの血は取れる それをうまく塗り広げたらあの浴衣の結婚なぞ操作なくこしらえられるよ鶴子さんの腕を調べてみればその注射針の跡がまだ残っているかもしれないまさか他人の血を盗むわけにもいくまいからおそらくそんなことだろうよこの方法は探偵小説なんかにもよく使われているんだからね国枝氏は感じ入って幾たびもうなずいてみせた 僕は君にお詫びをしなければならない小説家の妄想などと軽蔑していたのはどうも僕の間違いらしい今度のような空想的犯罪には僕ら実際家は全く手も足も出ないことが分かった僕はこれから実際問題についてももっと君を尊敬することにしようそして僕も今日から探偵小説の愛読者になろう 余判事は無邪気に兜を脱いだハハハそいつはありがたいこれで探偵小説愛読者が一人増えたというものだね殿村も一枚の無邪気さで朗らかに笑った。